鬼木徹監督です。勝ち切ることができました。まずはこのゲーム振り返って監督としての評価を聞かせてください。そうですね、まあ、やっぱりこの大会は、ね、勝ち進むことが全てなので、その結果に対しては、ね、非常に良かったと、思いますが、ただ、まあ、やっぱり、決めきるところで決めなかったりとか、あとは点取った後の、ああいう失点で、ね、やっぱり自分たちで苦しくしているところがいくつかやっぱりありますので、まあ、そこは突き詰めていきたいなと思います。特にタイトルへというところでどうしても勝ち切りたい試合だったと思います。まず前半に関してはいい流れだったと思いますが、振り返っていかがですか？そうですね、まあ、いい流れではありましたけど、もっとこうチャンスの、ね、数は作れたかなと、もうちょっと中にさせるところもありましたし、まあ、そういうところを、ね、またやっていかなきゃいけないかなと思ってます。今日は瀬川選手と宮代選手を立ち位置変えたりというのも見られたんですが、そのあたりの狙いというのはいかがですか？そう、まあ、瀬川は、ね、真ん中での動き出しもありますし、ゴールのところも嗅覚というんですかね、そういうものがあるのと、大勢が中もいいですけど、外から、ね、中に入っていく、そういう動きも非常に今いいので、まあ、そういう意味で変えていきました。そして今度は中2日でリーグ戦と続きます。今後に向けて聞かせてください。いや、もうやっぱりここの勝ちを、ね、しっかりと次の、ね、リーグにつなげないと意味がないので、とにかくしっかりと回復して、いい形で挑みたいと思います。勝利おめでとうございました。ありがとうございました。そうです。